そう、エビ、そうね、エビ、何エビ、これね、クルマエビかな、クルマエビ、エビ、はい、それからクルマエビ、はい、クルマエビ、あ、なんかよくあるクルマ、多分、ごめんね、これ多分エビ、私も見てもよくわかりません、エビはエビだよね、うん、それからサーモン、あ、いいですね、サーモンだね、香港の人はサーモンが好きだよね。これはスクイッド。そう、スクイッドに、そう、スクイッドってイカ。ああ、イカ。そう、イカです。イカ。そう、これイカ。それから、これわかる？これ結構有名。イエローテイル。イエローテイル？ヤオガムユー。ああ、イエローテイル。なんだっけ？なんだっけ？あ、イエローテイル、英語。イエローテイル？これね、ハマチ。あ、ハマチ、ハマチ、はい、うん、それから、これは、あ、魚、これね、なんだろう、これ縁側、ジョウハウユー、ジョウハウユーで、こうザッピン、あ、あ、これね、あの、ヒラメ、ヒラメ、ヒラメの縁側、ヒラメの縁側ね、ジョウハオユーがヒラメ、赤い名前で、ジャッピン、ね、あそこがこれね、これあのヒラメの縁側、ヒラメの縁側、これなんだろう、これスナッパーかな、タイ、タイ、メイビー、これごめん、これちょっとわかるな、白い魚、タイ、それからこれはこれよくわかる、レッドカラー、日本語何、ホンセ、日本語で、これね、赤、赤貝、チェッポイ、ああ、チェッポイ、赤貝、赤貝、うん、これわかる、これ CU、 CU ね、アナゴ、お、アナゴ、うん、うん、アナゴ、これは何、神社、神社、ガリ、イガリ、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 ガリはカタカナですか、そうそうそう、うん、ガリと、それからこれは、わさび、そう、わさび、わさびと、そうですね、醤油、はい、わさびと醤油、お醤油、醤油、そうですね、これは、味噌スープ、そう、お味噌汁、お味噌汁、お味噌汁、汁は、スープ、ザ、そう、ザ、ザ、お味噌汁、お味噌汁、何のお味噌汁ですか、それ何、これシーウィード、あ、これね、わかめ、わかめ、そう、わかめ、わかめのお味噌汁です、 OK、 じゃあ、うん、醤油、そう、お醤油ですね、お醤油、はい、あ、そうですか、チェリーさんは何が一番好きですか、エビ、エビ、エビと、何か、魚、魚、うん、魚が好き、そうですね、どの魚、この中だとエビが一番、多分これ、あ、ハマチが一番好き、あ、私も同じ、では食べる前に、食べる前に、はい、いただきます、召し上がれ、召し上がれね、どうぞ食べてください、召し上がれ、なんか今日お寿司を食べながら授業しててとても楽しい感じです、なんかでもいいチャンスでしたね、お寿司の勉強できました、ありがとうございます、楽しい、はい、あ、エビはね、シュリンプ、クルマエビはエビのタイプ、例えばマオダンハー、マオダンハーはボタンエビとか、そう、ティンハー、アマエビで、ね、クルマエビは普通はちょっとこう火を通すんだよね、生で食べないね、クルマエビとか、よくあの香港 の、 あのワンタンミンのなんかワンタンの中のあれクルマエビだと思います、ちょっと大きいサイズのね、エビちゃん、うん、美味しそう、パク、エビ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 にお醤油だよ、エビに醤油、ご飯じゃないよ、これあのこうアップ、アップサイダウンする、うん食べてる時にうるさいっていうちょっとじゃあ、あと今教えてあげる、ちょっと待って、